太田太郎多分いると思うよ、この世に。カズハの青フル貫突しました。カズハの、まあ、カズハのっていうわけじゃないと思うけどすごい、一回手に入っちゃうみたいな。もっと良くなるかな。あ、見してください。これで詳細を見る。あー、こういうことね、こういうことね。レベル90はまあもちろんだよね。あ、これが貫突カズハね。あー、なるほど。無駄な、なんかサブステが入ってないところがいいね。この無駄ステが入ってるか入ってないかって結構重要だからね。どうやって無駄ステが入るか入ってないか見るか知ってる？生物のところで三角を押す。そうすると、こうやって、だから会心ダメージちょっと入っちゃってるんだけど、無駄ステが入ってるかとかこうチェックってすごい大事。生物のところで見る。大体の人が生物単品ずつ見るでしょ。で、総合ステータス見るでしょ。こんなナンセンスですから。こんな見方ナンセンス。生物のところで三角ボタンを押して、あ、どれぐらい盛られてるんだろうって、こういう風に見るのがグッドだね。うん。ナンセンス。それで、今回のビデオだったらあれでしょ、熟知カズハなわけでしょ。ってことは、他にいらないサブステータスが入ってるような構成になってるかって、ここ見れば一発でわかる。一生使えるな、この剣。俺、この剣アルベドに装備するけどね、俺だったら。やばいね。これはすごい。もう常時 40% アップみたいなもんだもんね、火力。倉庫やばい。俺、無突で手に入れてんだけど、それでも攻撃力 20% アップで強いからね。じゃあこれで、8万6000だって。よし、これで OK。 元素爆発ってこと。14万、え、なんか起きた今。もしっかりだったら多分ね、幻想付着してるから。15万だって。15万だって。俺マックスで10万だったんだけどな、銃撃。15万に上がってるすごい。難しいね。お、入ったか、これ。あー、ベネットが終わっちゃった。だいたい2万9000とかだね。だから、銃撃一発で5万ぐらい入ってる。銃撃一発で5万になるね、そのカズハが。最後までご視聴ありがとうございます。動画をお楽しみいただけましたら高評価、そしてチャンネル登録をお願いいたします。またこのような動画をいくつかアップしてますので、見てくれたら嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。グッバイブラザー。